高木義子は、日本の弁護士。T&T パートナーズ法律事務所所属。森、浜田松本法律事務所パートナー、日本弁護士連合会副会長、国土交通省中央、建設工事紛争審査会長等歴任。随法中受賞受賞。福岡県立周遊館高等学校を経て、1968年、一橋大学法学部卒業。 1970年、一橋大学大学院法学研究科中退。星二両法律事務所パートナーを経て、1998年から浜田松本法律事務所パートナー。2002年から森、浜田松本法律事務所パートナー。2005年、第二東京弁護士会会長兼日本弁護士、連合会副会長。2006年日本弁護士。 連合会紛争解決センター委員長。2009年、高木義子法律事務所を開設。2010年国土交通省中央建設工事。紛争審査会会長。2014年、公益財団法人住宅リフォーム。紛争処理支援センター理事。2015年、電力広域的運営推進機関幹事。2016年随法中受賞受賞。 この間東京地方裁判所司法委員、法務省検察官、交渉人特別任用等審査会委員、総務省国地方係争処理委員会委員、内閣府情報公開審査会委員、大倉省金融審議会ホールセール、リーテールに関する、ワーキンググループ幹事、原子力損害賠償紛争解決センター、中介委員、文部科学省原子力損害、 賠償紛争審査会特別委員、日本弁護士政治連盟副理事長等歴任。ありがとうございます。